皆さんこんにちは。あなたも出版チャンネルナビゲーターの永峰正樹と申します。本日はですね、いつも出版に関するですねお話をしているんですけれども、今はもう本当にスマートフォンですね。スマートフォン時代で何を読むにしてもこれですね、もう電車に乗ったりとかしてるとですね、もうスマートフォンで何かを読んでいたりとか連絡を取ったりとかしているということで、紙の本を読んでいるという方はあまり少なくとも東京あたりでは見かけないなという印象があるんですけれども、この時代にあえて出版をする、紙の本を出すという意味といいますかですね、やはりこれから紙の本で出すべきではないかという、そういうコンテンツについてですね、私の考えというか仮説のようなものをですねちょっと披露していこうかなというふうに思っております。まず出版ですね、出版をしたいという方にとってですね、どういった本を出せばいいのかということなんですよね。ビジネスの、ブランディングといいますかですね、社会的価値の向上というか、そういった目的で出版をされるという方も少なくないと思うんですけれども、今、出版で、通りやすいとはまでは言いませんけれども、定番となっている企画としてこういうふうなものを挙げることができます。まずですね、シニア向けですね、高齢者向けのコンテンツ、これは、出版ですね、で通りやすいと。もちろん、少子高齢化社会というぐらいで、高齢者の人口がどんどん上がってますので、しかもですね、あまり、スマートフォンを操作するですね、習慣がないということで、本にですね、非常に信頼を置いていると、情報源としてですね、情報源として本、書籍に非常に信頼を置いている世代ということで、こういった方に向けて、もう初めからピンポイントでですね、企画を出すと。そういった、こういったシニア向け、高齢者向けを読者にしてですね、企画を打ち出していくという切り口はもう、ここ数年定番化しておりますね。病気、がんとかですね、あるいは、いろいろ、なんていうんですかね、健康寿命というんですね。長生きだけじゃなくて、健康に長生きしようとか、そういった本とかですね、病気に打ち勝つ本とか、あるいは最近っていうのは何年か前に私は、おっと思ったのはですね、スマートフォンの操作方法を解説した本がめちゃくちゃ売れた時期があってですね、何十万部もですね、売れた時期があって、なるほど。だからスマートフォンで情報を取る、その前段階では、操作方法はパソコンか あるいは本で調べてということで、パソコンも使わないような方ですとやっぱりですね、本で操作方法を学ぶんだろうなということは、私にとってはなるほど、こういう切り口があるんだなということで勉強になったような時期もありました。シニア向けというのは、これからも非常に強いシニア向けのなんとかという、こういう切り口は、定番、今までも定番でしたし、これからはますますそうでしょうということですね。あと、健康ですね。いろんな意味があって、もちろん、健康に気をつけるライフスパン、そういう習慣をつけるとか、あるいは、薬とかですね、病院の通い方とか、あるいは通い方とか、あるいは、ダイエットもそうですね、ダイエットとか筋トレとか、ヨガとかですね、そういった体操、そういったものですね、健康に関するもの。健康食品とかいろんなものですね、そういう食品についてのあれとかですね、あるいはですね、ライフスタイル、衣食住ですね、衣食住ですね、ファッションとか、インテリアのですね、素敵なインテリアの紹介とか、あるいは、グルメ、逆に、ベジタリアンとかビーガンとかですね、そういう限られたもので健康的に生きるというライフスタイルとか、あるいはもう、仕事だけじゃなくてですね、プライベートにも生きるというライフスタイルとか、そういったものを紹介する。これも定番ですね。生き方、著者の生き方を提案していくということですね。あともっと定番なのが、こちら、悩みの解決。だから広い意味で、ノウハウですね。いろんなもののノウハウ。もう本当に広いですよね。仕事もプライベートも。
まあ、仕事のもう本当に効率的な、方法とかですね、効率的に進める方法とか、失敗をなくすとかですね、あるいはどういうふうにチームを組んでいくとか、プライベートでもですね、プライベートでも、まあ、夫婦関係の改善とか、あるいは子育て、家事の悩みとかありますよね。そういったものの解決、ノウハウを提供するというのは、これはもう非常にお金を払ってでも欲しい情報ということで定番化しております。で、最近にわかに来ているのは、このスピリチュアルですよね。スピリチュアルという。これももう本当に幅広くってですね、まあ、既存の、例えば神社とかお寺仏閣とかのパワースポット紹介とかですね。パワースポット紹介とか、あるいは御朱印集めとかですね。いろんな、そういった、ものの紹介とか、まあ、そこは、ね、いろいろあるんですけども、あるいはですね、こういったライフスタイル、そういうノウハウを、なんていうんですかね、まあ、神様とかですね、そういった宇宙とつながるとかですね、そういったものと説明していくとかですね、そういったものもあります。私もなかなかですね、説明してもらっても分かりづらかったり、もちろん、ね、人間には計り知れないものっていうのはですね、世の中にあると思うんですけども、なんでその人がその人間には破壊しないものが分かるのかということを言いたくなるような気もしますが、このスピリチュアルというのは非常に広くてですね、本当に身近なところからそういった宇宙とつながるというような哲学まで広く含んでいて、これはもうこれから物質で満たされた時代ですから、物的には満たされているので、さらに今度は精神的に満たされていくと、そういう時代に入っていくのはこれも確実なんで、もうすでにアメリカではもうスピリチュアル本というのは結構流行っているんですよね。もちろん宗教がかかっている場合もありますし、まあ、疑似宗教とかそういった批判もありますけれども、まあ、これで、ね、救われている方がですね、いればそれはそれで意義のある出版だというふうに私は思います。それでですね、でもこういうのはですね、電子書籍とか、あるいはウェブの情報でも取れるよねということはあると思うんですが、この時代にあえて紙の本で出す理由といいますか、根拠のあるものとして提案したいのがですね、こちらですね、こちらです、まず体感コンテンツ、例えばですね、それこそ先ほどの健康系ですね、例えばダイエットとかダイエット本をですね、もちろんアプリとか筋トレとかもアプリとかで管理する人もいますけれども、やっぱりそういう五感を使ってですね取り組んでいくものについてはやっぱり紙の本じゃないとなーっていう層がですね、一定数いたりするんですね。あるいはですね、昔ちょっと流行った3D アートとかですね、あの目の焦点をちょっとこの点、あの2つの点を2つに合わせたら、あのチャート模様がブッバッと立体に浮かび上がってくるとかですね、そういったコンテンツが紙で出していくといいという、ああいう感じのものが、まあ、これから出てくるとしたらですね、紙の本であえて出すという選択肢は、できると思います。あるいはですね、まあ、誰かと一緒に読むということ、これはもう、ネットが出た前ですね、ネットが出る前から定番がされて、例えばですね、昔というかですね、何十年前だと動物占いとかですね、飲み会とかそういった集まって隣席でですね、あなたは何々とか、あなたは象とか、あなたはペガサスとかですね、そういったことを一緒に言い合って盛り上がるとか、そういったコンテンツはやっぱり一人のスマホとかですね、タブレットとかを回していくのはちょっと抵抗があるなという人がいると思うので、そういうみんなでワイワイと盛り上がるようなコンテンツは紙の本の方があえて出した方がいいのかなというふうには私は思いますね。あるいは読み聞かせとかですね、まあ、家庭の中で、赤ちゃんとか、あるいは幼稚園の中でですね、子供たちに読んであげるとか、そういうコミュニケーションを取るのにはやっぱり電子タブレットかなんかで読むよりは紙の本の方が情操教育的に味があるのかなという考え方も一応できるのかなということもあると思うんですよね。紙の本であえて、とか紙の本でそういうコミュニケーションを子供たちと取っていくということはあると思いますし、あるいは、何でしょうね、まあ夫婦とかですね、カップルとかで一緒に読むとか、そういったコンテンツもあると思うし、私がこれから特に来るのはですね、多分ね、おじいさんおばあさんと孫、おじいさんおばあさんと孫のコミュニケーションツールとしての本というのが来るんじゃないかなと
どういう切り口かは分かりませんが、そういう角度で何かを出すというのは、これからありかなというふうに思います。あと、プレゼント需要ですね。これはもう常に、と言いますかですね。これで本をプレゼントするとおしゃれということは、誕生日プレゼントとかですね。誕生日のプレゼントとか、あるいは入院してる人のお見舞いとかですね。そういった時にプレゼントすると需要があったり、あるいは、なんかのイベントとかセミナーに参加して、それで、その著者のサイン本をもらうというのは、やっぱり電子書籍ではサイン本って難しいし、ですね。プレゼントも、今のところ、電子書籍の貸し借りはちょっと難しいんですよね。今のところ、技術的に。なので、まだ紙の本に優位性があるというふうに言えます。あとはですね、これです。長期的な愛着があるものっていうのは、やっぱり、スマホのコンテンツよりは、紙で座右の一冊とかですね、もう、そばに置いておきたい、カバンに常に入れておきたいとか、そういった一冊になると、それは紙の本の方がやっぱりいいよね、ということが言えます。例えばですね、先ほども申し上げたように、ダイエットとか、筋トレとか、あるいは英会話の訓練とかですね、そういった中長期的に取り組んでいくべきことっていうのは、やっぱり一冊の、ね、本のノウハウと一緒に、共にですね、確認しながらやっていくということです。その本の読み方を確認しながら随時やっていくということなんでですね、それは紙の本一冊というものの方がですね、求められるというふうに言えますし、これがちょっとスピリチュアルと絡むと、スピリチュアルと言いますかですね、今最近、何年か前のベストセラーでですね、人生がときめく片付けの魔法という本がミリオンセラーになったんですけれども、あれが今アメリカでもっと売れているということですね。コンマリさん、コンドマリアさんっていう方が、提唱した片付け本ですけれども、あれはもともと片付け本というのはですね、なんていうんですかね、効率的にですね、物を取り出したりとかですね、分類したりとか、そういったもので、いらないものはどんどん捨てていくということだったんですけれども、そのコンドマリアさんは、一つ一つのものと向き合って、それがときめくかときめかないかを見ろと。ときめいたら残せと。ときめかなかったら捨てると。お別れすると。いうふうにですね、ものに魂を感じて、それで決めていくということで、まあ、ややスピリチュアルによっているんですけれども、日本人には結構受け入れやすいかなと。アニミズムの国ですからね。ものに、物体に魂を感じるような、そういった、文化がありますので、でもそれがアメリカで結構、オリエンタルな考え方で受けていると。エキゾチックな考え方で受けているということで、最近ネット番組が、ね、こんまりさんのネット番組ができたりとかね、そういったこともあったり、ブームになっているぐらいなので、そういったノウハウとスピリチュアルが掛け合わさると、こういうファン作りというか、長期的な愛着というのが生まれる可能性が私はあるというふうに、思いますので、そういった本作りもこれからはありなのかなというふうに考えております。あくまで仮説です。私のこういう考え方もあるんだよということですね。本当に、孫とじいちゃんばあちゃんのコミュニケーション本って結構私はありだなというふうに思っています。個人的にですね。そして、商業出版を目指すという方に、サポートあるいは相談に乗ったりする、長峰文章塾という、出版コンサルティングサービスがございますが、7日間集中無料体験講座というのをですね、私が今ウェブ上に設置をしております。下の方にですねリンクを貼っております。長峰塾 .com ですね。そこに、講座のリンクを貼っておりますので、無料ですからね、24時間いつでも塾を始められます。で、7日間で終了するということですので、地方の方、出版社が少ない地方の方でもですね、そういった事業のブランディングに活用、出版を活用していただけるように作りましたのでですね、ぜひご覧ください。そしてですね、出版に興味がある方、関心がある方はですね、私のコンサルティングを受けたいという方はですね、直接、ご相談をくださいと。あるいは、そういう方が知ってるよという方は、私にもご連絡いただければ、ぜひお力になるというふうに思います。それでは、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。